やっぱり天皇杯で、千葉県で優勝、その2試合、した分、このリーグ戦でこの今日の試合勝てないと本当意味がないと。でこの3連戦を3連勝するために、フィールドプレーヤーは全員、試合に出てもらいました。で今日本来だったら出たい選手も、例えばスタメンじゃない選手もいろんな気持ちがある中でも、この3つを、全員で勝とうっていうのを本当体現してくれたなって、そういう思いです。どうすね、やっぱり気持ちと体っていう部分は本当いろんな形で思うようにいかないかもしれないですけど、その分スタメンで出た選手が、相手を本当消耗させてくれて、で交代選手がもう、ゲームを決めるっていうのは本当そういう話はしてたので、3人、池田、峰、翼が点取ってくれたっていうのは、彼らだけじゃなくて、全員が、彼らのゴールを演出したなと思ってます。そうですね、本当リーグ戦っていうのは一つの試合によって順位が本当変わるので、今いる順位が、最終的に1位やったらいいと思ってます。だから僕たちは、毎試合毎試合その相手にどうやって勝つかっていうのを1週間単位で次はやっていきたいなと思ってます。前半からまだ 0-0 で点入ってなかったので、3人一緒に入ったので、いい流れ作って、点取って勝てるようにってことを意識して入りました。やっぱり成長した姿を見せたいっていう気持ちあるし、絶対負けたくないと思ってたので、チームとしても今ずっと連勝してきてるので、その流れ切らさないようにみんなで戦おうと思ってたので、勝ててよかったです。もうリーグ戦負けれる試合がないので、もう全部勝たないといけないので、もう全員でまた準備していい試合勝てるように頑張ります。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。